高塚山トンネル、塚山バイパスは、沖縄県の市中今間から、島尻郡八重瀬町、小鎮田までの国道507号のバイパスである。この区間は、早原町、塚山、那覇市国場間の交通量が多く、那覇市街や首里方面に向かう車で、朝夕のラッシュ時を中心によく渋滞しており、その渋滞緩和のためと那覇空港自動車道、 ハエバル南インターチェンジと接続することで、沖縄自動車道や那覇空港へのアクセス道路として、建設された道路である。那覇市中今間、八重瀬町八木バル館は道路を新設、八重瀬町、八木原コチンダ館は原道を拡幅、改良することで整備することになっている。また一部インターチェンジ形式の立体交差で、県道や町道を交差する道路もある。 当時主要地方道な覇串上線だった1990年に事業化、用地買収をはじめ、国道507号に昇格した1993年に着工しており、2000年6月に接続する那覇空港自動車道、ハ原バル南インターチェンジ開通に合わせて、ハ原バル町山川、コチンダ町、ヤギ原の 2km の区間が開通、2003年にはハエバル町、 山川塚山の500メートルの区間、さらに2010年には、那覇市、中ハイ廃原町、塚山の700メートルの区間がそれぞれ開通した。また八重瀬町、八木原コチンダ北交差点の区間は原道を4車線に拡幅した上で整備されている。なお八重瀬町コチンダ、愚の区間は、八重瀬道路として原道を4車線に拡幅することになっている。 2014年4月15日に全面開通した沖縄タイムスプラス国道507号塚山バイパス橋全面開通。ありがとうございます。